皆様こんにちは、写真家のルー小澤です。今日は37第2回目ということでですね、今日も素敵なゲストをお呼びしております。モータースポーツフォトグラファーの厚田守さんです。こんにちは、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、厚田さんといえば、はい、F1 じゃないですか。すごいよね。もう500以上回ってるわけですよ。そうですね。91年かな。91年、よく知ってますね。僕も91年にフリーになってるので、はい、ああ、そうなんですか。そうなんですよ、まあ、年は違うんだけども、同じ年だなって思って、そっからずっとその F1 を追いかけてるってやっぱすごいなって、うん、まあ F1 イコール厚田守だもんね、うん、いやそんなことはないですよ。そんなことないです本当にいや今年もお疲れ様でした、はい、そんな中で、今までずっと厚田さんは、はい、一眼レフを使っていた中でいきなりミラーレスになったっていう話を聞きました、うん、メインは R3、はい、そうですなんですよね。はい、そうです、はいはい、もう一眼レフは持っていかない。持っていかないです、もう売っちゃいました。あ、マジで持ってないです。いや、僕ももう持ってないんですけどそうでしょそう、うんうんうん、そうなんだ、はい、もうすっかりもうミラーレスで一回使っちゃうと、うん、もう戻れないですね。あ、そういうことね、はいはい、そういうことです、はい、じゃあちょっと早速写真も見ながらいきたいと思うんですけども、はい、レギュラーカーブというカーブがあるんですけど、うん、はい、まあ、ここ結構流し取りしやすい場所で、うん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 、ちょっと丘の上から、はい、左の方から来る車を、うん、まあ、だいぶ先から見えるので、はい、流し取りはすごくしやすい場所。レンズは70-200 ですね。あ、 2.8、 はい、そうです。70-200 いいんだよね。いや、いい、あれはいいレンズ ね、うん、僕もね、 EF の70-200 はあんまりその 2.8 なんてそんなねうん、うん、明るいレンズは必要なかったんだけど、うん、まあ、ちっちゃくなったし、うん、描写もいいし、そうそうそう、結構これいいよね。いや、いいレンズですね、うん、はい、これやっぱ手持ちですね。あ、そうそう、聞きたかったんだけど、やはり基本は一脚なんですか。この400使うときは、うんうん、やっぱり一脚使ってます。なるほど。それ以外は全部手持ちですね、うんうん、はい、そう、僕ね R3 をメインで使ってるんですけども、うんうん、時にはこの R7 がメインになるんですよ。というと、なんでこれは何ミリで撮ったんですか。これ100-500。僕ね、こういう重いレンズ持ってない。もう年だから、もういかに軽くこれですよこれ100-500、ね、これが1本あれば、だって500ミリですよ、これが。それでね、確かにこのレンズをこの R7 につけると、うん、APS-C で 1.6 倍じゃないですか。そりゃそうだ。そうすると800ミリ相当までいくわけですよ、うん、800ミリっていうことは、ね、キャノンのレンズでいうと500ミリ、600ミリ、800ミリの3本がこれ1本でいってしまう。こんな時代になっちゃったわけですよ。そうね、これ、まあ、モータースポーツでも使ってる人結構多いです。あ、多いですか。多いですね、100、うんうん、500。それで、うん、その単焦点よりもね、僕ズームレンズがいいのは、例えばこの写真、うんうん、飛行機と雲じゃないですか、はい、もうこれはね、肉眼で見たらもうこんなちっちゃいんですよ。うん、でそれをこうずっと離陸して、こうずっと左にこう回っていくのを、うん、この100-500で追っかけているんだけども、うん、飛行機だけの写真ではなくて、僕の場合は空と一緒に撮っているので、うん、常に800ミリっていうわけではなく、うん、やっぱり引いたりするわけですよ。引くことによってこの雲の表情をね、うん、捉えたい。だからズームレンズってね、すごく重宝して、それはこう一機をこう追っていくうちに焦点距離を変えながら撮るってこと。そうです、そうです。でもちろんほら、トラッキング AF が入ってるから、そうそうそう、一回この飛行機に食いつかせてずっと追ってれば、あとこの左手でズーミングをしながらこの雲の表情をね、うんうん、まあ、そういった意味でもこの100-500のズームレンズっていうのはすごく重宝してやってますね。お、この正面からですね、これは GT レースで、はい、これはこの 400mm で撮りました。だからそういう意味では僕いつもあの R3 使ってる時はフルサイズなので、うん、でこれをつけただけで、うん、まあ、普通だったらちょっと 1.4 とか2倍、はい、つけたいなと思う場面でも、うんうん、まあ、つけて対応できるっていうのは、まあ、一つ大きな武器だなっていう気がしますよね。ここほら、単焦点だと 640mm っていうね、うん、もう固定じゃないですか。そうですよ、ね、そうです、そうです。それをここの画角の中で入れる
例えばこの今右側の赤い車がもっと外側にこう行ってしまう可能性もあるわけですよね。ありますね。ね、うん、そういう時ってどうするんですか。はみ出ちゃうじゃないですか。いやいや、その時にこうズーミングで対応するっていう時間は多分ないですね。ない。うん、ない。それだったら、うん、あのもうちょっと右に振って全部入れるとか。なるほど。そういう意味ではトラッキングが使えるので。僕ね、ああ、うん、僕すごくいつも疑問に思ってたことがあって、うん、モータースポーツの写真って必ず斜めじゃないですか。で僕もこれを真似してこうやるわけだけど右手傾けた方がいいのか左なのか分かんないんだよね。あ、これってやっぱルールがある。言っちゃってる。もうその時に覗いた感覚です。あ、うん、そういうことなんだね、うん、そんな極端にはあんまり僕やる方じゃないんですけど、まあ、真っすぐにするよりもちょっと斜めにした方が、うん、こう入ってくる感じとかコーナーの感じが強調できるから斜めにした。スピード感ってこと、それとも迫力ってこと、うん、まあ、変化ですかね、絵的な、うん、なるほど、うん、平行にしちゃったらなんか普通に走ってくる感じするけど、飛行機の写真って並べたらダメなんだよ、うん、なんで落ち着かないの。やっぱり水平線があるからか。おお、いいですね。この背景がいいよね。この暗いから手前のこのね車体が浮き上がってる。そうですね。でこれもやっぱ流し撮り。これは流し撮りですね。はい、やっぱり、モータースポーツで流し撮りって、まあ、よく使うテクニック、うん、まあ、飛行機でもそうかもしれませんけど、はい、まあ、被写体が近い分、まあ、難しく思うし、うん、まあ、近くなってくればなってくるほどその移動量が多いので当たる確率も悪くなるんですけどね。これも400ミリ？これ400ミリだと思いますね、うんうん、はい、こういう時のフォーカスエリアっていうのは、これは僕基本的に一点速挙なんですよ。なるほど。一点速挙で、うん、トラッキングを使うので、はい、まあ、ちょっと、この場合はもうちょっと右の方から走ってくるやつを捉えておいて、うん、連射しながら撮る。被写体認識はやっていない。被写体認識やってます。もちろん車モード、うん、にして撮ってます、はい、これはオートフォーカスで撮ってるんですね。オートフォーカス。でもほら、即拠点はスポット1点だったらどこだか分かってるので、うん、もうそこで待ってて飛行機が見えた瞬間にそこで1回ロックオンしてればいい。でトラッキング F がオンなので、うん、画面をちょっと下げることで下も入るしね、うん、もうあとはずっと半押しの状態を保っていれば飛行機ずっとかけてってくれるから、シャッター押すだけ。なるほど。いや簡単になっちゃったよでも確かに簡単になったね。なったよね。お、そうですね、ハミルトン選手が、はいはい、テレビの、うん、インタビューに答えているところですね、はい、だからそういう時はやっぱり人物モードにして、はい、瞳を検出してもらって撮る。あ、帽子をかぶっていても瞳検出で全然行くんだ。全然行きますね、これぐらいの大きさだと。そうか、結構ねドライバーも撮りますもんね。ドライバー撮るの結構、まあ、あと周り の, そのクルーとか。はい、そうですね、うん、だから、はい、助かります。夜ですよ。70-200の 2.8、うん、結構来てますよね、ピンとね。あの前の方から後ろの方までね。これ ISO 1万。1万か、はい、1/40。ここまで寄れる、何が寄れるのか。 APS-C1.6 倍で 328mm までいくわけですよ、うん、っていうことは3日パンになる70-200が。そうだね。そうなんです。これは R3 だとここまで汚れない、フルサイズだから、うん、それはそうだ。すごく嬉しい。嬉しい。 ISO って最高どれぐらい感度まで使いますか？ ISO ね、 R7 に関しては2万まで使ってる。2万。うん、うん、まあこれも70-200の F2.8 で ISO 1万ですね。うん、こういう時はマニュアルでやるんですか、それともなんか AV とか TV とか。僕はね基本 AV 派。 AV 派ですね。 AV 派で、開放 2.8 にしてしまうと、うん、飛行機の赤い光がピカンピカンっていうのがちょっとにじんじゃうので、うん、まあ、3分の1を絞ってね F3.2 とか。へー。 F3.2 の AV 絞り優先、はい。シャッター速度はまあ見て止まるだろうっていう、うん、まあ、これ25分の1なんだけど、うん、まあ、ゆっくりこうタキシングしてるから、うんうん、で、横の動きじゃなくてこう縦の動きだから。そうですね、うん、っていうことできっちり止まってくれるし、マニュアルする必要ないね。見えてるものが 見えてるものが映る EVF だから。そうなんですよね。それも助かりますよね、うん、助かります、うん、はい、こんなシーンがね
簡単に撮れちゃう。これは夜です。あのシンガポールなんで、ナイトレースなんですよ。だから、うん、あの太陽光じゃなくて、うんうん、なんていうの、あの人工光で LED ライトの連続した光だったんですね、はいはい。ホワイトバランスは？ホワイトバランスはあの白熱灯、うん、っていうのにして、はいはい、やるとちょうどノーマルの色になる、うん、それでちゃんと車の色も再現される、うんうん、問題なく。これはねシンガポールです、うん、はい。まあ、こういう写真ってモータースポーツの基本中の基本っていうか、うん、まあ、ここの場合、まあ、遠く向こうから車が来るのが見えているし、はい、400ミリで正面っぽく、うんうん、でもあのタイヤがパチンと止めちゃうと、うん、なんかそのまま置いて撮ったみたいになっちゃうので、やっぱりタイヤが回ってるっていうのギリギリ分かるぐらいのシャッタースピードにしないとおかしいなと思うんですよね。それいくつなのこれ？これでも企業秘密？いやいや全然500分の1とか640分の1ぐらいでこのぐらいに行くんで、やっぱり500分の1ぐらいで正面っぽく撮って車が止まってタイヤが動いてるっていうぐらい、だから若干流し寄り、ほんの少し流し寄りしてあげないといけないんですけど、いやそれはね知らなかった。あ、そうですか、はい。それあっていうかその車体が止まっててタイヤがこう動いてるっていう、うんうん、なるほど、言われてみてなるほどと、はい。これフォーカスはどこに合わせてる？あれですよ、同じように車モードで、はい、あのヘルメットをピントを追うようにしてもらって、はい、500分の1でただ追えばいいだけの話。なるほど、本当に押せばいいだけ、押せばいいだ け, いいだけ。これとこのレンズがあれば誰でも撮れる。テレビショッピングになってきたよどうですか、今日はセットでみたいなそうです、いやいや今だったらみたいな、はい、じゃあ次行きまーすおお、ね、何これ。これね、雨上がりの着陸、うん、これから離陸するの。滑走路があそこにあって、飛行機は今その画面の明かりがあるね、うん、あの画面で右からこう入ってきて後ろを向けたり、で あそこでエンジンをフルパワーにするとエンジンブラストって排気が排気で地上の水を巻き上げた。これは見えてから構えても遅い、多分こうなるだろうと予測をした上で待ってた、うん、でももう一瞬しかないってことですか、こういう。そう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 、あれもう向こうに行っちゃうから飛行機。でも向こうに行く時もこうどんどんこう水煙が上の方に行かないんだ、行かない。あ、うん、だもう結構距離あるしね、どんどんあれはちっちゃくなっちゃうから。そう、じゃあこれ800ミリですね。いやいや70-200だ。あ、夜だもん、シャッター速度稼ぎたいので、うん、F2.8。 なるほど、うん、そういう時このこれ欲しくないですか。いや、それニッパチですよ。そう、ニッパチですよ。400ミリですよ。もっと大きく撮る。いや、どうですか。そう、単焦点が僕はね苦手なんで。そうですか。画角が決まっちゃうので、やっぱ左に船がいるじゃない。左に船。ああ、いるいるいる。そう。ああ、船なんだあれ。そう。ああいうの入れたくなるので、ちょっとやっぱ引いちゃったりね。微妙なこのあのね、僕家でトリミングしないから。もう基本現場でズームレンズで画角はもう確定させちゃう。僕もそうです。あ、そうでしょ。僕も。うん、トリミングはほとんど使いやすい。それで単焦点を取るってやっぱそれは素晴らしい。いや素晴らしくないですよ、はい、うん、じゃあ、僕の最後の写真なんですけども、はい、これです。流し撮りですよね、はい。シャッタースピードいくつですか。シャッタースピードはね10分の1。で、まあ、手ブレ補正がカメラについてるんだけども、うん、カメラの場合は3分に1機ね、夜は降りてくるから、うん、まあ、若くもないし、うん、いつも振ってるのもね疲れちゃうので、うん、そこで三脚を使ってます。あのビデオ問題をね。なるほど、はい。で、僕が撮りたいこの場所だけカチャカチャカチャってカチャカチャいかないから、自分で言ったからね、カチャン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 みたいな、うん、そうですね、うん、これ状況わかります。これ雨降ってる、雨降ってますね、はい、なので下の路面が濡れてるので、うん、客室のライトも下にも映り込んでる。なるほど、はい。まあね、これもその10分の1で、うん、綺麗に流し撮りが撮れる。いいカメラですよ。いいカメラですね。いや、ね、これ腕がいいんですよ。で、100-500は使わないの？100-500はもちろん借りて今まで使ったことありますけど、うん、やっぱり僕はこっちがいいですね。さすがですね。はい。ニッパチっていう、うん、
やっぱりそのそこか 2.8 ね。そう、ニッパチがやっぱり欲しいんですよ。え、その 2.8 が欲しいのはボケが欲しいのか。ボケが欲しいんです。ボケが欲しいんだ、はい、明るさじゃなくて。そう、ピットで、ドライバー取るときに、はい、やっぱり4とか5、6の開放値の、うん、これそうですよね、うん、ボケと、うん、やっぱりニッパチのボケは、ね、で結構近い近距離で取ると余計やっぱり前後のボケって違うし、例えば走りを取るにしても、うん、開放で走りを取って前後の路面をぼかしたりするとき、うん、やっぱり4とか5、6絞っちゃったりなんかすると結構合っちゃうんですよね、うん、なるほど。やっぱり強調するにはやっぱりニッパチってすごく大きくて、そういうことなんですね、うん、まあね、僕も若い頃はやはりこの白レンズのね、こう太いのを持って歩きたいっていうのがあったけども、はいはい、もう今こっちで十分ですよまあでもキレとか、うん、そのさっきからルークさんが言われてるようにその使い勝手、うんうん、を考えると、うん、かなりグラグラ効きますよね。グラグラグラ、こっちかもしれないとか。でもね、イメージ的に暑さ守るはやっぱりね、そのイメージ的にどんなイメージがある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 か、ありますか。単焦点のこの長玉をこう担いでね、一脚でね、はい、歩いてるシーンってやっぱしねそうですか、イメージありますよ。いや、自分じゃよくわかんないですけど、はい、ということでね、はい、まあ、今日も時間になっちゃったんですけども。そうですね、暑ささんから見たこの R7 っていうのは、はいはい、一言で言うと、一言で言うと、うん、やっぱりさっきから、先ほどからずっとルークさんが言われてるように、うん、1.6 倍、はい、に、はい、なるというところの、はい、やっぱり利点を生かすということと、はい、やっぱり最近のミラーレスのね、うんうん、トラッキング、はい、性能、はい、AF 性能もやっぱり一昔前の1ガレフよりも圧倒的に素晴らしいと思うし、うん、はいはい、ファインダーの見え方も随分進化してますし、うんうん、まあそれとやっぱり値段ですよね。あ、そうなんだよ ね。そう、やっぱり買いやすい、ね、買いやすいよね、うんうん、この値段でこの性能があるっていう、うん、このカメラが今世の中にあるっていうことは、やっぱりね、存在意味は大きいなと思いますね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。第2回の37、この辺でお開きにしたいと思います。はい、今日は朝さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。